どうもこんにちは、今回もですね前回に引き続いてなんですが、ゾーズウィンズのオイルランタン、こちらをですねご提供いただきましたのでご紹介します。前回ご紹介したのはですねレールロードランタンっていう、ちょっとねレトロなランタンでしたが、これもまあ見た目的にはレトロな感じがしますよね。で見た感じはですね普通のオイルランタンなんですが、ちょっとね違うところがあるんです。違うところはどこかなんですが、これわかるでしょうか。上がねこんなになってるんですよ。ちょっと見てみますね。さあこれどっから開けるでしょうかという話なんですが、下の方を見てみると、分かる人はすぐ分かると思うんですが、ここですね、ここの芯の長さを調整する部分、ここねよく見るとね切りかけになってるの分かりますかね。これ正解はここをひねってあげるんですよ。ということでこのランタンはですね分解するとこの2つに分かれます。でここはですねカチッとひねるとこんな感じで出てくると、で時計回りに締めるとカッチリと締めることができます。でこのホヤがついてる部分ですね、ホヤがついてる部分は分かるでしょうか。外せる方と外せない方があって、こっちが外せる方です。でこっちはきつく締めてあります。でここをグッと押さえると外れるようになってます。こんな感じで火をつける、火をつけたらホヤをセットして、締めるというような使い方ができるようになってます。でこの芯の太さなんですが、だいたい 1.6 センチぐらいでしょうか。ちなみにですね左側の方がレールロードランタンの芯です。で右側の方がですね今回紹介するランタンの芯、こうして見るとだいたい5ミリぐらいですかね、違いがあります。とりあえずですね芯を切っちゃいましょう。であと付属品はこんな感じになってます。芯が2つと説明書。ただこの説明書に関しては、あ、日本語ありますね。日本語説明書もついてます。これを見ながらね、説明させていただきますが、素材はですね304ステンレス、それとですねバージョン違いで、これちょっと日本では売ってないのかもしれないんですが、黄銅、黄色い銅っていうバージョンもあります。ステンレスの場合は 370g ということなので、これは 370g ですね。でタンクの容量なんですが 110ml と、で使用時間に関しては満タンの場合で10時間使うことが可能となってます。でサイズに関してはですね、高さが 19.4cm、ここまでの高さが 19.4cm ですね。で持ち手を含めた高さでいくと 28cm で、横幅ですね、横幅がタンクの部分が 7.5cm で、一番大きなところ、横側のつまみですね、つまみも含めると 8.4 センチとなってます。さあそれではですね早速ですがオイル入れてみますか。今回はねパラフィンオイルを入れてみます。パラフィンオイルも高いんですよね。ススが出にくいのはいいんだけど、どっちがいいんだろうな。これつけてからこう入れるのがいいのか、それともホヤ外すのがいいのか。でもねホヤ外すのってまあ難しくはないんですけど、暗いとどっちか分かんないかもな。どっちか分かんなかったりとか、ちょっとこうやってね力を入れなきゃいけないっていうのがあるので、やっぱこれ慣れるまでちょっと時間かかりそうだな。僕的にはこれつけてからの方がいいかな。
でこれ説明書を見てもですね、方法が2つ書いてあります。1つはですね、ホヤを外すっていう方法で、もう1つがタンクを外してしまうという方法です。まあ、これはどっちでもいいってことでしょうね、結局。まあ、2パターンの、ね、やり方をせっかく用意してくれてるので、まあ、自分のやりやすい方法をですね、選ぶのがいいのかなと思います。はい、それではですね、オイルも染み込んだようなので、火をつけてみましょう。多分こっちの方が楽だろうな。お、すすが。どれくらいいけるんだろう。これぐらいはいけるかな。まあ、すすが出ないようにって感じですけど、これぐらいかな。いいんじゃないでしょうか。雰囲気もしっかりあるランタンです。まあ、せっかくなので、レールロードランタンですね、こっちもつけてみましょう。で、火の消し方は、まあ、単純にあれですよね。こう芯を下げていくと消えると。これをですね、夜につけてみたいなと思います。ということで、ちょっと夜まで待ってみましょう。さあ、それではですね、夜になりましたので、ランタンつけていってみましょう。オイルタンクだけにしてね、つける方法をちょっと選びます。個人的にはやっぱりこっちの方がちょっとつけやすいかなって感じはしますね。明るさとしてはこれぐらいが限界かな。これぐらいならススは出ないかもしれないですね。これぐらいが、安全っちゃ安全かな。どうでしょう、こんな感じの明るさです。まあ、ほんとぼんやりした明るさですよね。ただ、まあ、ソロキャンプで、まあ、夜まったりしたいぐらいだったら、これぐらいでも結局十分だったりするのかもしれないですね。さあ、せっかくなんでね、レールロードランタンの方もつけてみましょう。まあ、明るさとしてはね、大して変わらないと思いますけどね。ただこっちの方がやっぱり芯が若干太いですからね。5ミリぐらいは太いから、ちょっと明るさはあるのかな。ちょっと明るさはあるかもしれないですね。まあ、重さ的にもね、こっちだったらまあ持ち運びやすいかな。まあ、こうしてみるとですね、この小型の方のランタンもですね、決してレールロードランタンに負けてないなって感じはします、明るさ的に。まあ、このレールロードランタンのね、ホヤを変えてるっていうのはもちろんあるんですが、まあ、全然いい明るさじゃないですかこれ。まあ、両方ともですね、雰囲気があるランタンなんですが、こっちはね、ホヤの代わりが売ってるんですよね。替えのホヤっていうか。でこれまだですね、日本では発売してないんだと思うんですが、インスタです。インスタ見るとこの金色バージョンですね、金色バージョンとホヤ、ホヤもですね、海外では発売されてるようなので、近々日本でも発売されるのかな。まあ、発売されたらいいなと思いますね。ということで、今回はゾージリンズのオイルランタン、こちらをですね、ご紹介してみました。先日のね、レールロードランタンと比べるとかなり小ぶりで、まあ、普通にですね、テーブルの上とかに置く雰囲気のいいランタン、そういったものを探している方には結構いいものなんじゃないかなと思います。で、できればホヤはですね、近日中に発売してほしいですよね。ちょっと気になります。この製品のリンクをですね、概要欄の方に貼っております。気になる方はですね、ぜひそちらも見てみてください。それでは。